LMS 鉄道のプリンセスコロネーション急場機、機関車、ダッチェス・オブ・ハミルトン流線系車両は空気抵抗を減らすために流線デザインを採用した車両である。1930年代から1950年代にかけて開発された車両に対してよく使われる言葉であり、それ以降の車両でも流線型は一般的である。ストリームライナーという語は、 流線型の乗り物のいくつかのカテゴリーを指して使われ、厳密な定義は特にない語であるが、鉄道車両では20世紀後半に一般的になるよりも前の未来派の影響を受けた、それを指すことが多い。流線型車両という語は自動車に対しても用いられるが、現代の自動車設計は空気抵抗係数を極限まで小さくしつつ相反する要素である。 揚力係数を可能な限り抑えるため必要に応じて適度なダウンホースを与えるなど空力特性に留意されているため見た目としての流線型は取り立てて強調する特徴ではなくなっているヨーロッパドイツで最初の高速流線系車両は1930年に製造されプロペラ推進を取り入れた実験的な車両であるシーネンツェッペリンである 1931年6月21日、シーネンツェッペリンはベルリンハンブルク間の走行で時速 230.2km の速度記録を達成した。1932年にはプロペラが撤去され液体変速機による駆動方式となった。この方式のシーネンツェッペリンは1933年に時速 180km を達成した。 SVT137-225 編成、ライプツヒ中央駅シーネンツェッペリンの経験を受けて、電気式ディーゼルの SVT877 フリーゲンダーハンブルガーが開発された。この列車は2両編成で、定員98名、最高速度は時速160キロメートルであった。1933年5月15日から定期運行が開始され、 ベルリンハンブルク間の 286km を138分間で走行し、平均速度は時速 124.4km となった。SVT-877 は高速機動車と総称される車両群のプロトタイプとなった。量産型の SVT は1935年に製造開始され、やはり急行運用に用いられた。試運転中、ライ SVT による定期運行で最速だったのは、ハノーファーハムを結ぶ平均速度時速 132.2km のものであった。この運行は1939年8月22日まで実施された。ニュルンベルク交通博物館のドイツ国鉄05系蒸気機関車ドイツは蒸気機関車でも流線型を採用し、1934年に03型の一両に、 流線型カバーを取り付ける改造を行い、1935年には流線型を全面的に採用したーゴ型が製造された。高速試験機に指定されたレ霊語レーには1935年7月26日に時速 195.7km、1936年5月11日には時速 200.4km の速度記録を達成した。霊ゴ型は その後、ベルリン・ハンブルク間の特急列車牽引に充当された。続いて、流線系タンク機関車として61型と60型が製造され、流線系の専用客車を牽引もしくは推進する形で、ベルリン・ドレスデン間やハンブルク・リュベック間などで運用された。1939年には01型や03型の 造備車を改め設計した1.10型と3.10型が流線形車体で製造されたが、第二次世界大戦の勃発により1.10型は55両、3.10型は60両で製造を中止した。この他にも06型や19.10型といった流線形状機機関車が試作されたが、第二次世界大戦の影響もあって十分な成果を出さずに終わった。 ルナーの A4 型蒸気機関車、マラード、蒸気機関車の世界最高速度記録を持つイギリスでは、流線系列車の開発は1934年に、グレートウェスタン鉄道が、比較的低速のレールカーを導入したことや、ロンドンノースイースタン鉄道が流線系の A4 型蒸気機関車の経営する、シルバージュビリーの運転を開始したことに始まる。この目的で製造された、 A4 型蒸気機関車4468号機、マラードは1938年に時速 203km で走行し、蒸気機関車としての世界最高速度記録を達成した。GWR モルナーへの対抗から1935年に、キング級とカーソル級の各一両を流線型に改造したが、改造が応急的であったこともあり、短命に終わった。 同じクレイヤーに刺激されたロンドンミッドランドスコティッシュ鉄道も1937年に流線形のプリンセスコロネーション級蒸気機関車を導入している。サザン鉄道は1941年にマーチャントネイビー級、1945年にはウェストカントリー級と流線形蒸気機関車を製造したが、その流線型は空気抵抗の削減より、 客車用の洗浄機で洗車を行うことを目的とした得意なものであった。フェロビエデロスタートでは3両編成のイター200を流線系電車として開発した。開発は1934年に始まり、1937年から運行された。1937年12月6日、ローマナポリ間の走行中、カンポレオーネとチステルナの間で、 時速 201km を達成した。1939年に、イター212は時速 203km を出した。ボローニャからミラノまでの 219km の距離を77分で走行し、平均速度は時速 171km に達した。オランダ鉄道では、流線形の34型電気式、ディーゼルカーを3両編成で1934年に、 導入した。これの電車方式である36型は1936年に運行を開始した。34型を基礎に1940年にはデコ型が最高速度時速 160km の5両編成の電気式ディーゼルカーとして完成した。試運転ではデコ型は時速 175km を達成した。この年、 これに似た電車である40型も初めて製造された。アメリカ合衆国世界恐慌による急激な売り上げ減少に直面して、アメリカの鉄道は軽量材料で製造された流線軽車両に目を向けることになった。速度を出すために流線型にし、蒸気機関車ではなく、来年機関を使うことを考えた。 アメリカの初期の流線系車両としては、ユニオンパシフィック鉄道の m 1万型と、シカゴバーリントンドクイーンシー鉄道のバーリントンゼファーがある。ゼファーの設計の方が先に始まったが、電気式ディーゼル推進システムの先進的な設計のために、m 1万型に比べて製造に長く時間がかかった。m 1万型は、 石油蒸留物という灯油に似た燃料を使い、点火プラグを使用したエンジンで走行していた。ゼファーはステンレス光で m 1万型は航空機にも使われるジュラルミンでできており、当時の蒸気機関車と一般的な客車に比べてかなり軽かった。両者とも1933年から1934年にかけてのシカゴバンコク博覧会での目玉であった。 1934年5月26日に、デンバーからシカゴへの走行でゼファーは、速度記録を達成した。この間を13時間で走行し、最高速度は112.5マイル毎時、平均速度は77.6マイル毎時に達した。この走行で消費した燃料は14.64ドル、分であった。各種のゼファーは、バットによって製造されていた。 パイオニア・ゼファーの投入後は、ツインシティーズ・ゼファーと名付けられた、同様の設計の二編成が、シカゴとミネアポリス・セント・ポールの間を結んでいた。この二本の列車は、導入時に、広告戦略目的で2本の並行した線路で、双子を乗客として乗せて、ミネソタ州へ運転された。数年後、ゼファーはわずかに異なる、設計の列車に置き換えられた。ガルフモービル ノーザン鉄道のリベルは、軽量編成の流線型車両であったが、連接車ではなかった。オットークーラー設計により、アメリカンカーファウンドリーが、電気式ディーゼルの機構を製造して、1935年7月10日に運行を開始した。ボルチモアハイオ鉄道のプレジデント急上気機関車、ニューヨークとワシントン DC を結ぶ。 ロイヤルブルーを牽引しているところヘンリード・ドレイファスがデザインし20世紀特急に使用されたニューヨークセントラル鉄道 J クラス蒸気機関車ステンレスコーを使用した列車のスタイルの成功はまだ蒸気機関車にこだわっていた他の鉄道にも影響したこの時期旅客にアピールするために多くの蒸気機関車が流線型にされたがこうした機関車では効率を改善する効果は薄かった にもかかわらず、こうした機関車の中には、非常に高速で走ったものもあり、定期運行で120マイル毎時に達したものもあると言われている。ニューヨークセントラル鉄道の20世紀特急や、エンパイアステートエクスプレスに使用された、ハドソン型蒸気機関車や、ミルウォーキー鉄道が、早さを牽引するために専用に製造した機関車、ペンシルバニア鉄道のデュープレックス機関車である。 T1 型やユニオンパシフィック鉄道の49系ン機などが挙げられる。日本国鉄 C53 型蒸気機関車43号機、国鉄 C55 系蒸気機関車21号機流線系の流行は日本にも影響した。1934年に鉄道省は C53 型のうちの一両を流線型に改造することを決定した。 選ばれた一両は43号機であった。しかし改造を担当した島秀夫は当時の日本の列車は最高でも時速 100km を超えることがないため空気抵抗を減らす実質的な効果はほとんどないと考えていた。そのためこの機関車は排気を上に反らすような空気流を作り出すことを考えて設計された。空気抵抗の軽減効果を全く期待しなかったため、 この改造された機関車は燃料消費も牽引力も実験されなかった。この機関車は一般から大変な好評を博した。このため国鉄は C55K21 両を流線型で製造することを決定した。また EF55 系電気機関車を3両流線系で製造した。キハ43000系機動車や模波52系電車も 流線型で製造された。当時日本の支配下にあった南満州鉄道でも流線系のパシナ型蒸気機関車が設計され、これと統一した設計による客車を用いて特急アジアが運転された。また私鉄でも名鉄3400系電車や京阪線型電車が登場している。流線形蒸気機関車は大いがつけられているため検査や修理に 多大な手間がかかった。第二次世界大戦の勃発後、労働力の不足によりこの問題は深刻化し、ついに大いは取り外された状態で運行されることになった。アメリカ合衆国アメリカ合衆国では、自動車や航空機による旅行が広まったために、流線系列車やそれの後継となる高速鉄道はほとんど消滅した。集裁通商委員会による1951年の 決定の後、自動列車停止装置、自動列車制御装置、車内信号などの装備がない列車は79マイル毎時の速度に制限されることになった。政府の規制により、鉄道会社側の言い分ではほとんど利益を上げることが不可能な長距離路線であっても旅客営業を続けなければならなかった。こうした規制や、政府が高速道路建設計画に大きな投資をしていたことが、 より問題を悪化させたと主張する人もいる。1971年以降、アメリカにおける旅客営業のほとんどはアムトラックにより運行されるようになった。その後、高速鉄道としてアセラエクスプレスがボストンとワシントン DC を結ぶ北東回廊に導入された。アメリカ合衆国全体でも多くの地域で新しい高速鉄道の建設が検討されているが、 ヨーロッパや日本に比べると、アメリカでは、鉄道の利用はあまり一般的ではない。パイオニア・ゼファーは26年間にわたり300万マイルに及ぶ営業運行を終えた後、シカゴ科学産業博物館に収蔵された。M-1 万型は、他の初期の列車の多くと同様に解体処分となった。1942年に廃車され、そのジュラルミンは、軍用機に再利用された。 3番目に完成した流線系車両であるフライングヤンキーは運行可能な状態での修復作業が進められている。これは最初のゼファーとわずかだけデザインが異なるものである。ヨーロッパかつて T に運用されていた601型ミュンヘンジュートリンクにて403型ルフトハンザエアポートエクスプレス時代ヨーロッパでは第二次世界大戦後再び流線系車両の流行があった。 ドイツでは高速機動車が戦前よりは低速であったが再度運用された。SVT のうちクルッケンベルク編成に基づいて設計された VT11.5 型が T として国際高速列車に使用された。ドイツ民主共和国では VT18.6 型がやはり国際誘導列車用に製造された。1965年から西ドイツ国鉄は 流線系の103型電気機関車を開発、定期の高速列車運用に投入した。1973年からは403型を開発、運用を開始した。403型は4両編成の動力分散式の電車で、ボルスタレス台車を装着し車体傾車機構を備えていたが、当時のドイツ国鉄の輸送事情には適合せず、量産は実施されなかった。 1991年からアイスが高速鉄道として開業し、アイス1が投入された。スイス連邦鉄道とオランダ鉄道はラム定イ,イ型、デフォー型をチューリッヒアムステルダム間及びアムステルダム、ブリュッセルパリ間に投入するために開発した。この列車は1977年にカナダのオンタリオノースランド鉄道にも売却され、 トロントとムースニーを結ぶノースランダーに使用された。スイス国鉄は1961年から4電源方式の来店員型電車を T に投入した。フランス国鉄は鉄機常識鉄道での当時の世界記録となる最高速度時速 331km を1955年3月29日に達成するなど時速 200km 超での高速運転の研究に 熱意を持って取り組んでいた。しかし、この時期には高速車両への流線系採用に対する関心は薄く、1 9 0 7以後、最新のギーフまでフランスでは流線系車両の開発が継続している。イタリアは大戦前からの車両を運行するとともに、イター300型、セッテベロ、イター401型、イター450型、イター600型、 イギリスでは、第二次世界大戦の勃発とともに、流線系列車の運行は終了した。戦争中は、ロンドンノースイースタン鉄道と、ロンドンミッドランドスコティッシュ鉄道の、流線系蒸気機関車は、保守作業のために、流線系部品を取り外して運用されていた。1940年代末から1950年代初めに、かけて、 戦争の被害と遅れていた保守作業が回復するにつれて、鉄道の状態が回復し、本線は高速走行が可能な状態となった。イギリスでの流線型機動車による最初の実験は、ブループルマンこと251.261型によって1960年に始まり、1973年に運用から撤退した。この列車は90マイル毎時で豪華な、 ビジネス向けサービスを提供したが、一般的な列車に比べてわずかに早いだけで、限定的な成功しか収めなかった。ブループルマンはその後の流線型振り子式列車の研究につながり、最終的にイギリス全体を運行する、インターシティ125の実用化をもたらした。APTP ドイツで403型が開発され、フランスで、 TGV-001 が試作されていた1970年代初頭からイギリスでも APT と呼ばれる次世代高速鉄道車両の研究開発プロジェクトが推進されていた。このプロジェクトは台車、ブレーキシステム、車体、車体傾斜制御など各要素技術について斬新な要素が盛り込んで開発が推進された。その過程で試作がスタービン導車の APTE、 そして、動力集中式電車の APTP が製作され、これらはいずれも特徴的な流線形の前頭部を備えていた。もっともこの APT プロジェクトは流体ブレーキシステムに致命的な問題を抱えていて実用化には至らず、このプロジェクトで開発された車体系車制御技術がイタリアに売却され、ペンドリーノの実用化に貢献したに止まった。日本第二次世界大戦後、 日本の鉄道は本線においても動力分散方式の列車を選択するようになった。1949年に日本国有鉄道は80軽電車を送り出し、電車としては初めて長距離列車に使用された。1950年以降に製造された80軽電車の先頭車は流線型を採用していた。 1957年には小田急電鉄が3000系電車を送り出した。外観の設計は航空機用風動が用いられた。小田急3000型は当時の狂気における世界最高速度記録である時速 145km を達成した。電車は国鉄の80系により長距離運用に適することが示され、小田急3000型により高速走行性能も示した。 この経験が最初の新幹線である霊系につながった。霊系の設計は小田急3000型に強く影響を受けており、同様に風動を用いて開発された。霊系の先頭車は Z 機の DC-8 を参考に開発された。時速 200km の速度では霊系の空力的な設計は空気抵抗の低減に本質的な影響があったと言える。 すべてではないが、今日の世界中の高速列車は流線型となっており、その速度は次第に向上している。特に 250km 以上で走行する高速鉄道車両はすべて流線型デザインを採用している。クライスラーエアフローに始まる流線系の自動車は1930年代のヨーロッパにおける流線系流行に影響を与え、 第二次世界大戦後でもこの写真の1949年製タトラ T600 タトラプランのように影響を与え続けたアルファロメオの a l イ a 4 0 6 0 h p 1 9 2 0年代には多くの技術者が空力的な設計を自動車の形に取り入れようとしその中には実際に生産を開始したものもあったそうした自動車の中で最初とされるのが 累積型で車体の内側に車輪を備えたルーマニアの技術者ウレルパースによる設計のものであったとされる。これは効力係数0.22という驚異的な値を示した。フォルクスワーゲンタイプ1はその滑らかな曲線にもかかわらず効力係数は0.48でトラックや SUV などと同等のものであった。一方、多くの空力的なスタイリングは 空洞実験による空力最適化のフィードバックを受けたもので、今日ではコンピュータによるモデリングも使われる。特徴としては、先端の累的系の鈍い曲線、後方の傾いた車体、丸みをつけられた角、車体の滑らかな水位、後輪を覆うスカート、ボンネットの飾りやミラーなど突出したものの撤去などが挙げられる。流線系バスの一例。 1941年型ウエスタンフライヤー製。1930年代には多くのバスがスタイリッシュな外観を採用し、実験によればこれは燃料費を抑える効果があることが示されていた。エアストリーム車製の流線系トレーラー大型トラック、トレーラーにおいては、ルイジ・コラーニによる設計の下、メルセデス・ベンツ車製の大型トラックをベースとした。 流線型のコンセプトトラックが2000年に発表された。また、ウォルマート社によるウェーブ等、コンセプトカーとして流線型の車両が幾度か提案されている。キャンピングトレーラーにおいては、エアストリーム車製の車両が流線型スタイルである。このスタイルの車両は1930年代初めから製造されており、同社のアイデンティティとなっている。フェリー、カラカラ流線型は、 車両ではないが1930年代のアールデコ様式の自動車、旅客フェリー、カラカラにも採用された。ありがとうございます。